こんにちは。いつも見ていただいて。なんで出だしで。いやいや、いつも見ていただいて、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これ誰かの言い回しですね。ダルビッシュだよね。はい。はい、ダルビッシュ投手の。最近 YouTuber って増えてきたよね。野球界の。いや、そうですよ。だってニュース見るたびに、だからいろいろこう記事見るとさ、はい、誰もなったこれもなったみたいな、うんうん、ね、はい、いろいろやってるけど、はい、もう俺の一発目の動画が4月7日、昨年の、ね、2018年の、はい、うん、もう1年半経ったけどさ、はい、覚えてます。最初はさ、なぜ YouTuber に俺がなるかっていう動画を撮り、うん、その後なんかいろいろもう試行錯誤だよね。いろんな企画やってましたよね。やっぱ見ていただけないといけないし、はい、だからエンタメから入ったんだけど、うん、まあ野球を使ってエンタメから入ったんだけど、はい、それは果たして流行るのかなとか、うん、いろいろこう試行錯誤しながら街、はい、渋谷にも行ったしさ、おばあちゃんに聞かれてな、道まさかのすいません、あそこ行くのどこ行くの、今撮影中なんですけどみたいな、そんな時もあったり、そういう時もあったり。じゃあ再生回数が一番最初っていくつだったんですか。再生回数なんていうのはまあ1000いったりとかいかなかったりとかじゃない。あ、でも1000はいってた。いやいや、でもそう、最初はいかないよ、全然いかないよ。そうなったんですね、うん、見てその数字見て、はあ、っていう。いや、でもね、俺は楽しかった。へえ。うん、いや、先は分かんなかったよ、はい、そんな今15万とか、うん、もう少しで16万いこうとしてるけど、はい、こんなになるなんていうのは思ってなかったけど、はい、でもなんかこう楽しかった。自分発信で見てくれてる人がいるという、うん、で見てくれてる人の欲してるものが何なんだろうとかさ、はい、いろいろ考えながら試行錯誤をしながら、まあ、スタッフとやっていってるっていうのはすごく、うん、楽しかったしね、うん、でもなんかそれまでその元プロ野球選手が YouTube、まあ、YouTuber になるっていなかったんですよね。いそうでいなかったって。いなかったよね。それ何だったんですかね、いなかったり。でも今ほんとどんどん出てきてるので、うん、なんで出てこなかったのかなって。それまででも、うん、まずね YouTube って、うん、簡単に考えてやらない方がいいね。大変だよ、やっぱ。大変。やっぱ企画も考えなきゃいけないし、うん、こうやっぱこう見てくれてるファンがいるわけじゃない、はい、その人たちのこう満足度をこう少しでも満たしていかなきゃいけない、はい、まあ、そういう責任もあるし、やっぱりやりだしたら やりだしたで責任あるしね、はい、だからそういう責任が出てきてる。だから最初は楽しかったけど、うん、やっぱこう責任に対してこうやっていくっていうことはすごく根気がいることだよね。そうですね。しかもそれを毎日配信していかなきゃいけないっていうのもありますよね。その、まあ、ネタもそうですけど、あと例えばそのリアルタイムで、例えばライブで YouTube を毎日配信できるようになれば、うん、その時の例えば試合ですぐこう出せますけど、うん、何日か置いてまた出すとその温度差だったり、まあまあ、また出てくるし、タイムラグ出てくるしね。そういうのでもやっぱり、いや YouTube って難しい。いや難しいよ、うん、だからそういう時にどういうネタを打つかとか、うんうん、そういうのも難しいし、はい、だからこう他の人の立ち上げ当時のこう YouTube 見てると、はい、うん、もう少しこうした方がいいのになとか、そういうのはこうあるよね、こう経験上、うんうんうん、で増えれば増えるほどすごくこう仲間が増えたみたいな感じで、ラーメン横丁でもさ、はい、あれだけ密集しててラーメンが、うん、これどこの食べるって偏らないって思いますよね。思うでしょ、うん、もう。でも実際偏るんだよね、やっぱうまいところが残っていくという。はい、だから野球をやってるよ、その中で誰を見たいのかみたいな、その見てる側がですよね。そうだね、うんうん、だからそれにその期待に応えていくっていうのがやっぱり一番だし、うん、でも佐藤なんかは本当に頑張ってるしね。そうですよね、うん、佐藤崎さんもやっぱすごい、なんで YouTube 向きというか、やっぱりおしゃべりもうまいし面白いし、こう引きつけるみたいな。やっぱりね、
あの彼の強みっていうのは言い切れることだよね、うんうんうん、スパーンと、はい、キレがいい言葉に、うんうん、だからそこら辺がやっぱこう心を刺すんだろうね。そうですね。だからいいと思うよ、うん、あと新庄さんも始めましたね。あ、新庄とかダルビッシュ、そうそうそう、まあ、2人は名前が立ってるから、うんね、でダルビッシュ投手はまあ今オフですし、うん、私ねトレーニングとかシーズンとか始まればそっちが本業ですけど、そうそう、でもねダルビッシュが偉いところは、はい、自分で全部やってんだよね。そうなんですよ。あそこのさ細かい作業ってなかなかできないよ。例えば映像の映りとか、うん、音声とか、うん、すごいんですよ。ツイッターでもいろんな人とやり取りして、うん、プロの人の意見でこうやってとか、うん、すごいと思うんですよ。いやだからすごく頑張ってると思うし、うんうんうん、企画っていうか何を喋ってもダルビッシュだったら聞き耳をね立ててくれるという、うん、見に来てくれるというね、はい、まあそういう強みもあるよね、はい、現役って特に、うんうん、だけど他の人の見てるとさ、はい、うん、やっぱこれからだろうね。やっぱもうちょっと苦労しないとダメかなっていうような、うんうん、しかも例えばもうちょっと苦労しなきゃで、その苦労を超えられるか超えられないかっていうのもきっとありますよね。ここがね、うん、俺そういうことはなく、お苦労とは思わなかったから、こう一生懸命こう楽しく、はい、こう企画を考えるのも楽しかったし、うん、こう喋るのも楽しかったし、はい、で再生回数見て、うん、あもうちょっと頑張らなきゃいけない、あこういうネタなんだとか、うん、いろいろ勉強させられて、はい、あのここまで来たよね、うん、だからまず最初にやっぱ根気、クオリティ、はい、であとは喋りも必要かな。そう、喋りそうですよね、うん、そうですね。だからみんなこう YouTube 寄りに寄せてくるんだよね、うん、里崎っていうのは割とこうバーッと喋れるから、うん、YouTube 向きなんだよ、はい、俺なんか間を入れるじゃない、はい、でも本当は YouTube ってそんなに間はいらないんだよね。もう畳みかけるような、畳みかけるようなこう言い切りではいいと思うんだけど、うん、だけどまあ俺をこのスタイルでずっとやってきてるから、はい、まあ、あんまりスタイルは変えられないけどね、うん、だけどそのまあ見てると、はい、多角的に考えた方がいいね、うんうん、あの他の人にアドバイスするんだったら、はい、もう少し、うん、例えば僕はピッチャーやってたからピッチャーのことしか話しませんよとか、うん、そういうんじゃなくて、うん、あとわからないんじゃなくて、はい、やっぱ勉強しながらやっぱこう話をした方がいいよね、うん、やっぱね自分だけの中の知識だけじゃ、はい、これはね行き詰まる途中で、うん、だからいろんなところにアンテナを張ってないとダメだということ、はい、そうですよね、うん、あとはみんなに知ってもらうかどうかっていう、あその YouTube やってること自体をっていうことですか。そう存在も含めて、だからまあ俺らが里崎もそうだし片岡もそうだけど、うん、仲間じゃん、はい、だからこう絡み合うことができるよね。あそうですね、その中からこう番組を知ってもらうっていうのはあるけど、はい、でも他の人たちって、うん、なんか俺は俺みたいな、はい、そんな感じでこう喋ってるじゃない、うん、だからそれはなんていうの、もう少しアイデアを沸かして、うん、いろんな人とちょっとコラボをしてみる、うんうん、まあ、そういうこともこうすごく大事かな、うんうん、だから安易にこう YouTuber が増えましたって言うけど、うん、いや簡単じゃないから。そうですね、始めることは簡単にできても、まあ、一人一曲だからね。そうですよね、一曲でできるから、うん、で立ち上げてしまえばもう、あ今日から YouTuber だっていうふうに自分が思えばできてしまうけれども、うん、それを継続してさらに増やしていって、うん、で注目ずっと維持し続けなきゃいけないじゃないですか、うん、それができるかできないかってすごい難しいですね。まあだからダルビッシュなんか一人でオフの間こうやってるけどすごいなと思うよね、うんうん、あのまめさというかさ、はい、だけど他の人はなんて言うんだろう、やっぱスタッフと一緒に、はい、やっぱりこうやっていかないと、うん、なかなかいい動画って撮れないしね。そうですね、まあ応援はしてるけど、はい、やっぱ根気が持つかなっていうのがね、それとね小さなプライドいらない、うん、例えば YouTube で、うん、例えば、うん、なんだろう、いやいや例えば間違ったことを言えば謝らなきゃ本当にいけないし、うん、
なんていうのバカにもならなきゃいけないし、うん、ね、で体験もまあ俺の年で体験っていうのはなかなか難しいかもわかんないけど、はい、体験もしていかなきゃいけないし、うん、みたいな、うん、そういうね、企画力、うん、まあそういうのが大変だよね。そうですよね。だって YouTube に出てくる元プロ野球選手ってやっぱりそれだけ あのバリューのある選手だったり、うん、それだけの成績残してる選手だからやっぱりプライドもあるでしょうし、でも引退して YouTuber になったからにはまたそこの違うプライドを捨てなきゃいけないっていうことですよ ね、まあ、ね、だから自分が全部正しいっていうような体で喋らないことだよね、うんうん、やっぱ考え方をこう披露していくという、はい、でまた柔軟にやっぱり柔軟性もものすごく必要だと思うよね、うんうん、だからなんて言うんだろう、例えばさ昔の人のカーブの握り方って興味ある？昔の、うん、まあ、例えば、私女性目線であまりないですね。バットの振り方って興味ある？あんまりない、ね、もうね、常に進化をしていってるから、はい、だからそれに対応していった話をしていかないと、うん、やっぱ見てる人の方が先に進んでる可能性があるから、はい、そうですね、うんうん、だからもうそれを早く早く出していかないとね、うんいけないと思うよね。そうですよね、うん、まあたくさん増えたけど、はい、ね、まあみんなで頑張れるのが一番いいし、はい、やっぱプロで同じ飯を食った仲間だから、うん、だからまあ応援もしてるしね。はい、まあ、コラボもね、うん、いろいろできれば。まだできないね。まだできない。まだできない。まだできない。それは向こうが来る場合ですか？こっちから行く場合ですか？まあ、両方。いやだってやっぱ。潰れちゃうもん。それじゃお互いが。ああ、そうか。それはダメですもんね。友達は。お互い同じようなクオリティになった時に初めてコラボが成立するんで。はい、うん。だからそこら辺は分かっといてほしいと思うよね。そうです。まあ話は何回かいくつかちょっと来てるけど。あ、そうなんですね。いや、それは応援はしてるけど、うん、でもそこのクオリティにはまだ達してないというね。うん。やっぱそこら辺は1軍と2軍の差みたいなのがあって、うんうんうん、ね、お前1軍の試合に出れるかって言ったら、うん、まだ出れない。うん。うんと思うんだよね、はい、俺何年1年半かかってやっとここに来て、うん、ね、佐藤にはあっという間に抜かされたけどこの野郎佐藤でもねあいつはね本当頑張ってるもん。いや、そうですね、納得だよ納得、うんうん、そこはね、うん、そこは、ね、全然納得だからね、こっちも里崎さんにまた追いつけ、いや、一生懸命頑張ってきましょう。もうワンチャン佐藤抜もう一回もう一回抜かしてやろうかなと思って、ね、頑張らなきゃいけないなと思う。クオリティも上げていかなきゃいけないと思う、ね、そうですね、はい、うん、ね、うん、まあ野球のね YouTuber の皆さん、はい、ね、一緒に頑張っていきましょう。